それではお座りください。私のために十字架に光り三日目に会えた主に期待したのに言葉に行きたいと思いますけれども、映像を見ていきたいというふうに思いますが、その間に持っていきください。今日はですね、先週も言いましたけれども、もう一度殉教世界の紹介映像をですね、見ていきたいと思います。1597年2月5日、ここ長崎にある西坂の丘で26人のキリシタンたちがイエス・キリストを愛して喜んで殉教していきました。当時この場所は極悪犯罪人の死刑の執行場所でした。呪いと憎しみと悲しみが満ちていたこの場所で、26人のキリシタンたちがイエス・キリストを賛美し褒めたたえた時、天国の希望と喜びが満ち溢れていったと言われています。26聖人の足跡に習い、毎年2月5日長崎殉教記念聖会が行われています。今年も昼の部は西坂で、夜の部は原爆資料館ホールで行われます。ぜひお越しください。心よりお待ちしております。はい、ありがとうございました。今週いよいよ2月5日今週になりましたけれども、2月5日のお昼の2時から14時からですね、西田川公園で行われます。だいたい1時間から1時間半長くても1時間、だいたい1時間ぐらいと思ってください。そして、夜の19時から、原爆資料館ホール1階ですけれどもで行われますので、ぜひお集まりください。で、目的は何かというと、26世紀のことから学ぶということもありますけど、それとともに、これからこの黙示録の時代、非常に大きな収穫のリバイバルとともに、黙示録の時代、非常にクリスチャンにとって困難な時代、厳しい時代、いわゆる殉教とか迫害ということが非常にこう身近な時代になってきてしまうであろうと思われます。その時に向けての備えということがあります。ですから、その過去に目を向けているというのを、これからの前に向かって、そのこの時に集まることを通して、これからの前に向かって実際に備える、そのために祈り、そのために備えるということが、ね、大きなポイントであります。で、今日はそのことをまた説教しますけれども、それが一つ大きなポイントですね。で、もう一つは、彼らが見ていたのは、キリストであり天です、永遠です。彼らが見ていたその縁と庭園に目を向けて、私たちはその26聖人という人たちを見るというんじゃなくて、彼らが見ていたイエス・キリストと永遠、天ですね、天に目を向けて、こう本当に永遠に、永遠というのを土台に生きるということを確かにすることですね。クリスチャンが永遠ではなくて、この地上に目を向けて生き始めると、ある意味で、クリスチャンでない人よりも時として惨めな気持ちになったり混乱したりします。で、私たちはそうじゃなくて、本当に永遠にしっかり目を向けて生きるときに、この地上を本当に価値あるもののために、そして、本当にこう正しく歩めるんですね。で、この地上だけ見ていたら分からないことは、理解できないことはありますけれども、縁に目を向けるときに、私たちは本当に何て言うかな、価値を見ていくとか、私の本当の目は天ですからね、その縁に目を向けるときに、私たちはなんか正しい歩みができるということをね、覚えてほしいと思います。もうちょっと後で今日のメッセージと変わっていくので、その話をしたいと思いますけど、それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。そのことをね、2月5日に集まって、2つですね、大きなポイントは、これからのために備える。切れましたね。大丈夫かな。こっちが切れて、なんでこれが切れない。
すいませんね、あのオンラインの人ちょっとご迷惑かけました。で、何を言ってたかというと、60歳になって今言ってることを忘れるようになりましたけども天のことですよ ね天が本当の報いであるということをね、ぜひあの覚えててほしいと思います。だからその2つね、これからのためにこうね、彼らにあの学びようとしてこれからのために備える、永遠ということに土台を置いて歩むということを、ね、今回のこの時に、ね、学んでいきたいというのを思って、学んでというか備えていきたいというのを思いますね。それが大きなポイントですね。それをね、ぜひ覚えて、あのぜひ皆さん、友達を誘って来ていただきたいと思いますし、まあ、長崎教会の方はいろいろご奉仕をお願いすると思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。はい、でもう一つはですね、その、5日の次の日の6日の日に祈りのツアーに行きますので、先週も見ていただきましたけれども、まあ、もう一回見ていただきたいと思います。新しく作ったそうです。ちょっと手直ししたそうです。格段良くなりましたね、驚きました。はい、もう1週間だったらどうなるんでしょうかね、楽しみですけれども、はい、感謝します。はい、一つだけ、そのさっき言ったように、歴史を学ぶっていうことよりも、歴史はもちろん学ぶと言いますけども、いろいろ話をしますけども、ね、これからに備えるっていうことと永遠に土台を置くっていうことがポイントになりますけども、ぜひおいでください。いろんな場所に行ってそこでのあったことを話すと同時に祈る時間を持ちますので、またあといろんな、お話もしたいと思っていますのでね、ぜひ時間のある方はおいでになってほしいというふうに思います。さて、それでは聖書に入っていきたいと思いますが、今日一つ目はですね、マルコの8章34節、26節の、レリーフに書かれている言葉ですけど、まずそれをお読みしたいと思います。もう一度読みますね。マルコの8章34節、出ますかね、はい、出てますね。34節、それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せてと書いてありますので、これは弟子たちだけじゃなくて群衆も呼んでますので、まあ分かりやすく言えば全ての人、
イエス様は全ての人に招かれた御言葉であります。だから弟子への招きっていうのは特別な人じゃなくて全ての人に招きはあるんですね。で誰でも私たら誰でもです。私についていきたいと思うなら、思うならだから願うならってことです ね。願うなら自分を捨てて自分の願いとか自分のやり方とか自分の方法とかを捨てておいて自分の神様がおっしゃる自分のおべき十字架を追って私についていきなさいというのが弟子への招きなんですけども、まあ、今日はここの解説よりもこれが西高の26世紀のレリーフに書かれています。さっきも江戸でありましたけども、なぜかというと、まあ、この御言葉が彼らの人生を見たときにぴったりだからだと思います。確かに彼らの人生はそうだったと思うんですね。で26人、まあまだあの時は女性は入っていませんが男性ばかりですけれども、満年齢あ数えかな12歳から65歳までいらっしゃるんですけれども、でいろんな立場の人がいます。もう武士だった人もいるし、いわゆる司祭もいるし、いわゆる農業のような人もいるし、商業の人もいるし、まあ、いろんな人がいるわけですね。でそのいろんな立場の人たち、そして選ばれ方もですね、例えば自分から選んだ人たち、マチアスというのはですね、本来料理人マチアスというのが選ばれたんですけど、京都で呼ばれた時にマチアスが返事をしなかったので、まあ、いたけど返事しなかったのか買い出しに出ていなかったのか分かりません、どちらか分かりません。とにかく返事をしなかったので同じクリスチャンネームのマチアスという人が私もマチアスですと言って出て行ったんですね。で彼の本名とか彼のことは何も未だに分かっていません。だからこれはもう完全に自分で選んでいったわけですね。だからあと24人だったんですけど、捕まったのは2人がペトロス・ケシローとそれからフランス語騎士っていうのは、この2人は24人の世話をするためについていったんですね。まあ、当時囚人たちは全部自分で調達しなきゃいけないので世話係として、その2人も途中で自分たちも殉教者に加えてほしいということで加わったんですね。だからこの人たちもはっきり自分から選んでいったわけですね。で一方ですね、まあ、みんな違うんですけど選ばれ方は例えば一番最初に殉教したフィリッペ・デ・ヘススっていうのですね、前、映画ミッションがヘススっていうのを、ね、アニメで作りましたけども、私が400年歳の時にね、原爆資料館ホールでメッセージしたのはこのヘススのことだったんですね。フィリッポのことですね。フィリッペ・デ・ヘススっていうんですけども、彼は日本には全く、まあ、日本のことよく知らなかった。彼はもともとメキシコ人、お父さんとお母さんイスパニア人、スペイン人で、まあ、メキシコに移住した、そこで生まれてメキシコで生まれ育ったメキシコ人なんですけども、まあ、若い時に修道会に入る、ところが続かなくて辞めてしまって放蕩断米をすると。それでお父さんお母さんは、特にお母さんすごく信仰が深かったので、この子を何とか立ち直したいと思ってフィリピンに仕事ですね、仕事でフィリピンに送る、貿易の関係でね。で、まあ、お金を与えて送ったら、まあ、フィリピンでそれなりに成功するんですね。でもそれで成功してるもんだからやっぱり遊びほうける、仕事はするけど遊びほうける。それ でもそこでものすごく虚しさを覚えるんですね。その時に彼はもう一度修道会を今度は自分の意思で訪問するんですね。ところが面白いのはそこにいたのがね、当時フィリピンで相当して、フィリピンにいたペトロ・バウチスタなんです、まだその時ね。でそれで彼が行った時に、まあ、ペトロ・バウチスタはすぐ迎えないでちょっと神に祈るんですね。かって修道会に入っていた人だから、辞めちゃった人だから、で祈ったら神様が受け取ってあげなさいって言われたので受け取るわけですね。で彼はそこでやるわけです。でペトロ・バウチスタは先に日本に行くわけですけども、そしたら彼も司祭になることになった。で普通司祭は長い間勉強しないと会えないんですね、カトリックから来た方分かるように。ところが2年経った時になんか決意ができたのかなんかで、まあ、彼が司祭になることになった、ね。まあ、主の特別な計らいですね。ところがフィリピンでは司祭除会ってのはあるんで、除会っていうのは我々は安守、牧師の安守することね。司祭除会っていうのはフィリピンではできなくてメキシコに行かなきゃいけないと、司教だからということですね。でメキシコに行ったわけですね。でそのためにサン・フェリッペ号という、彼の名前と同じ船なんですけど、サン・フェリッペ号という、ガリオン船に乗って日本に向かって行くわけです。でその前に手紙を書くんで、お父さんとお母さんに、あそうそう、お母さんが信仰熱心だったんです ねお母さんに書くわけ、手紙はね、お父さんお母さん今度司教になれることになりました、メキシコに帰って、まあ、我々では安守、まあ、除会って言うんですけど除会されますということを書いたらね、お父さんお母さんが特にお母さんは泣いて喜ぶわけですね。ね、フィリピンに送ったのは、まあ、司祭になってほしかったけどそんなんも諦めてとにかく普通に来てくれたらいいって思ってこう送ったら司祭になって帰ってくるということで、もう本当に喜ぶわけですね。お母さんは自分の手で司祭になるときに着る司祭服、
下着服、真っ白な純白の下着服を縫うわけですね、作るわけですね。で、まあ、それで除会あるいはその後の司祭の働きをしてほしいと思って作って待ってるんで、それで彼はそこに向かって帰っていったら、その船が嵐に遭うわけであります。そして漂流したのが、日本、ね、高知のところです ね、そこに漂流するわけですね。それで、まあ、漂流する。で、当時、フィリペ・デヘッスはですね、嵐が静まって船が、ね、ちょっと漂流したから少し直したら、直ったらまたすぐ行けると思ってた。ところが、まあ、長宗我部がですね、まあ、その司会してるんですけども、その結局秀吉に彼らが持っていたいっぱいいろんな、ね、その商船だったらいっぱいものがある、それを全部取り上げて没収して秀吉に献上するわけですね。それでなんかそれまたいろんなことを言って結局捕まえて連れてくるわけです。で、彼はまた行けると思ったら結局京都連れてこられて、そこでペトロ・バウチスタなわけですね。で、感動してたら、来たらすぐ捕まっちゃったんです。なんで彼が捕まったのか分かりませんね。よく名簿に名前があったなと思いますけど、で、彼は日本に来て殉教した時は4ヶ月ですけども、もう来てすぐですよね、捕まるわけですね。そしてだからおそらく最初はですね、戸惑ったと思うんですね。なんか日本という国自体に知らなかったというか、知ってはいても知ってるけど知らないとかね、好きも嫌いもないというか関心なかったと思う。ところが気がついたら日本にいて、気がついたら捕まって、気がついたら長崎に運ばれていて殉教者になったわけですね。全然他の人と違う。でも彼が一番最初に殉教することになるんですね。まあ、腰に当てた当てが合わなくて苦しんでいたから最初に殺されるんですけど、で、ところが最後の時に彼は何と言ってるかというと、本当に殉教することを喜んでたんです。これ間違いなく。で、サン・フェリッペ号が漂流したのは、この私がこの国で殉教者として殉教するためだった、この私を本当に神様は殉教者に選んでくださった、そのことを本当に喜んでるってことを残してるんで、あれは建前じゃなくて本当だと思います。本当に喜んだと思うんですね。で、その捕まってから来るまでの間に、彼は最終的には西高の丘で殉教するときには本当に喜んで殉教していたと思うんですね。で、今言ったように年齢も背景も、国もですね、違うし、それから、この選ばれ方も違うんです、みんな。だけど最終的に殉教するときにはみんな本当に喜んでるんですね。で、もうちょっと言えば輝いてるんですね。私が初めて西高に来たのはまだ、20代だったかな、そうですね、だからもう20代ってことは30年前は20代じゃない、えらいことになりましたね。31年か2年前ですかね、来たんですけども、あ、もっと前かな、33年前ぐらいかな、来たんですけども、独身だったからですね。で、来た時に、最初はね、西高の子はですね、殉教ってことを聞いてね、ある覚悟を決めてね、ちょっと悲壮感を持ってきたんです。で、その日は雨晴れてなかったの。西高って晴れた時はすごい気持ちきて爽やかですから、でも雨だったの、ちょっと小雨だったの、だからどんよりしてたの。だから天候で気持ちよくなったわけじゃなくて、だから決死の覚悟で来てたわけですね。それで階段を、西高の階段を登った時に、それで天候はなんかどんよりしてたのに、ものすごい爽やかだったんですよね。だから天候とか関係なかった、本当に。えっと思ったんですね。あれって、持っていた殉教のイメージとえらい違うなと思って、へえと思ってね。それでレリーフの前に祈ったの覚えてますけれども、26年の殉教者たちは間違いなく喜んで殉教していったっていうことが分かります。それから、許しながらね、喜んで殉教して、なんで彼らは最後の時に、まあ、これはまさに彼らの十字架ですよね。彼らの十字架を喜んで引き受けて殉教できたのか、今日一つ話したい、一つはっきり示したいこと、それは何かというとですね、彼らはそれが自分の御心だ、神の御心だ、ここで殉教することが、この十字架を引くことは神の御心だということを確信していたんです。これが自分の、まあ、この言葉では自分の追うべき十字架だ、でも言葉があればこれが御心だって、私はここで殉教することは御心なんだってことに対して本当に確信を持っていたと思う。だから喜んでいたし、周りは関係なかった、いい意味で本当に自分はこれが自分の心なんだと思って喜んでそれを受け取れたんですね。で、これから困難な時代がやってきますけども、私たちがそこを生きるときに、今自分の置かれていること、自分の生きているステージが、やっていることが、あ、神の御心だ、これが私の、まあ、もうちょっと下りればやるべきことだ、これが私が神様から託されていることだ、ここにいること、これをやることは神様の望まれていることだ、御心なんだってこう確信を持ってたら、自分自身がですよ、
誰かに会えてみて本当に自分しかそういう確証を持っているなら、私たちは喜んでいけれます、輝いていけれます。それとその時には神の助けが来るんです。御心だと神の手が置かれているから神の助けが来るんですね。でこれから困難になった時に本当にその御心だって確信できるところに来ているかどうかってすごく大きいと思うんですね。で今日来たいんですね。今あなたはあの今いる場所、今いる職場、今いる家庭、今いる何でも地域でもいいですけど、そこは御心だって確信しておられますか。御心かな御心かもなとかですね、まあ、御心だといいけどなとか思ってるとですね、きっとですね不安が来たり、あの恐れが来たり、あるいはあの恐れが来た時に、振り回されたり、あと人の言葉に翻弄されたり起こると思うんですね。で十字架がどんなに大きくても重くても、実は御心だと思った時その十字架を引き受けると軽いんです。神の御心は、本来十字架は主の助けがあるから重いけど軽いんです。で本当にこれは自分のいる場所だって、神様が今言われているところだっていうところを生きているかどうかっていうのはすごく大切です。ほらそこに生きているかどうかですね。でこれから本当に困難な迫害時代が間違いなくも始まってきてますけど、もっとやってくると思いますけども、迫害とか殉教ということが遠くの話じゃなくてもう身近な話となってくる時代が来ると思いますけれども、その時にですね、本当に自分がその御心だと思える場所そこにいるかどうかって大きいんですよね。そのさっき言いました、例えば、フィリペ・デ・ヘッスもですね、最初は戸惑ったと思うんです。なんで私が捕まった、でも24人と一緒に歩きながら、その歩く中で、あ確かにこれはあの私はここで殉教することに、あ意味があった、神様はここに置かれたんだなってことを最後は確信してたんですね。だから本当に喜んで彼は殉教していくことができました。で皆さんがね、そこを生きてるから、で26人の殉教たちはそれを持ってたんですね。でその確信を持ってるかどうかってすごく大きいんですね。 でもそのためにはね、じゃあね、本当に御心に生きたいと思ってるからなんですね。あ神様の御心の中を生きたい、神それが一番だと思ってるからなんです。で皆さんね、神様は私たちを愛しておられて命をかけてくださった人なんで、この方の御心に生きることは間違いなく一番幸せ、一番祝福なんです。で実は一番神の助けがあるから、どんな重い十字架に思えても実は一番軽いんです。あの本当に心に生きることですよ。なんでかって神様はあなたを愛してるから、そ神のおっしゃる道が実はあなたにとって一番あなたが輝く生かされる道なんですよね。その御心を本当に求めてほしい。でサタンがいるからね、サタンが見事でささやくんですね。そんなことはない、あっちの水は甘いとかですね、いやあなたはこっちの方がいいよとかね、騙されないでください。神の御心が間違いなくあなたにとって一番、その御心を生きる、で本当にそれを願って求めるとね、神は教えてくれます。これが御心なんだよって、これが御心だってことをね教えてくれる。そのことをねぜひね覚えてほしいと思うんですね。でそれが一つで、もう一つね、ヘブル書の11章の13節に言ってください。これは石神町にあるお墓に書かれている言葉なんですね。ヘブル書11章の13節、もう一本読みますよ。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり窮地であることを告白していたのですと、ね、で書いてありますね。すいませんね、あの大きなあくびをしながら聖書を読んでる方がいて、思わずなんか動揺してしまいましたそれ で, です、ねあのね、それで、空気を、ね、入れ替えてですね、それで何かというとです、ね、これはですね、お墓に書いてある言葉で神様から与えた言葉なんですね。前も言いましたけど、秋元牧師たちが結婚するときに夫婦で選ばれた御言葉だったんですけども、それを神様に示されて、私たちは私たち TLA の墓にこの御言葉が刻まれていますこれ、ね、で金箔だったんですけどね、ちょっと随分年月が経ってこうちょっと落ちてますけども書かれてるんですね。でこれはこの聖書から言うとですね、この前にはノアとかエノクとかノアとかアブラハム、サラのことが書いてあるんですけども、まあ、分かりすぎればサラ、アブラハムね、分かりすぎればこれらの人々、まあ、アブラハムはね信仰の人々で死にましたと。はるかに約束のものを手に入れることはありませんでしたというのは、アブラハムは星を見上げてこの星になると言われたわけですよね。で皆さんね、当時の中東の空をね、どんなのがあったかというとね、
分かりませんが、おそらく想像できるんですけど、私カイラスに行ったんですね、ずいぶん前にね。カイラスというのは趣味線のことです。なんて言ったらいいのかな、中国の、チベットのもっと奥の方、カイラスね、カイラス山、ね、で趣味線というところですね。そこに行ったんです。その時にね、夜景がすごかったんですけども、空を見るとね、満天星なんです、ね、満天の星なんですね。山さんのお父さんは満天の星という歌が好きだったみたいですけど、満天の空か なんか星だったんです。本当に満天の星なんです。で、私大阪生まれだからあんなの見たことないけど、あと天の川って言うでしょ。で、私天の川ってね、いつも写真で見てましたけどね、天の川なんて見たことがないからですね、天の川なんて言うけど、天の川なんてどこにあるんだろうと思ったの、実は。そしたらね、いや、満天星なんですよ。かつ天の川はね、こう川になってる、本当に星がもう川なん、真っ白けなんです。真っ白け、しかも立体なんです。星の距離が違うからでしょうね。 ある ここだけブワーッと星がもうガーッとあって、ピカ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 って思ってるんですね。ちょっと表現できません。もうあれはね、あれ見ただけでも行った甲斐があったっていうか、ちょっとすごかった。満天星なんだけど、そこだけもう星が可愛いなって、本当に可愛い、あれまさに天の川なんですよ。これが天の川かと感動して見てると、夜景がやってくるから慌てて逃げなきゃいけないんですけど、そういうね、どうだったんで、ああいう空を見てこの星になるって言われたんですよね。で、彼はそれを信じた。でも彼が召される時はお墓しかなかったんです。でも彼は墓ないと言わなかった。墓はあったんですね。何かというと信じたんです。必ずあの星のように自分の子孫はなるって、そういうことです。だから、ね、信仰の人々で死にました。約束も手には入れてない地上では。でも遥かにそれを見て、必ずそうなるってことを喜び迎え、地上では対等や救者ということを告白していたというのは、つまり彼は今地上での人生を終えたけど死んでいません。天で生きています、アブラハムは今も。だから天でそれを彼は満天の星に広がることを見てますよね。なぜかって言ったら、霊的アブラハムの子孫はクリスチャンでしょ。で、実際の子孫はユダヤ人でしょ。もう一つはアラブもそうですね。彼のイスマイル投資の子孫ですよね。ということは今天で見てます。地上に起こってるのを見てるし、救われた人たちがどんどん天に帰ってくるから見てるわけですよね。つまりこの時ははるかにそれを見て喜び迎えたけど、地上では見なかったけども、それを信じて天に帰って、そして実際天で今見てるってことなんですね。なんでこんな人だったらね、この御言葉を諦めるということは、これからすごいリバイバルが起こるけど、そのもうすでに始まってるけど、もっと大きな実践、救われてくるけど、それを地上で見る前に天に帰る人はいるけれども、信じて天に帰って、でも彼は生きてるから実際それを天で見ますよっていうことなんですね。なります。で、この時にね、アブラハムはね、信仰の人として、ね、地上では死んで見てないんです。でも彼は見てるんです。天を土台としてるから、あくまでこの地上は希留者で旅人なんです。私たちがこの地上が勝負じゃなくて、ここは旅人たち希留者なんですね。それを覚えてないと私たちはね、大事なものを見失うんですね。で、アブラハムは今だから天でそれを見てるし、永遠に天に行った時に、ね、アブラハムに会うでしょうね。どんな顔してるんでしょうね。そういうこと考えたことありますか。時々そういうこと考えると楽しいですよ。アブラハム、イサク、ヤコブってやっぱ親子だからみんな似てるんでしょうかね。天に行った時は どんなんでしょうね。新しい復活の体をもらうとどういう顔になるんでしょうね。そういうことを考えると楽しくなります ね行ってからの楽しみですけど ね。で、それでだから本当にその永遠を彼は見ていたわけですよ。いやね、今年今週殉教生がありますけれども、一つは今言ったように本当に御心を確信して生きるときに、どんな風が来ても私はその中で神の助けの中を生きれる。もう一つは永遠を土台にして生きるんですね。その時に目の前にどうか今すぐ成就するかということよりも、約束を信じて永遠に土台を置いて歩むということなんですよね。で、今本当にアブラハムは星の数のような子孫をもうすでに見ている。もうすでに見ていますよね。必ず約束が成就するわけで、それをどうぞ覚えてほしいんです。で、そこに生きるかどうかです。もう終わりますけれども、B ちゃんは戻ってきましたけれどもね、今回はですね、殉教世界だから帰ってきたんじゃなくて、殉教世界は付録で帰ってきたわけですね。音楽療法を真剣に取り入れている
日本で最も最前線にいらっしゃる耳鼻科の先生が長崎にいらっしゃったと。なんとその先生はタックンの主治医だったと。ああ感動しますよね。で美ちゃんが賛美をしてるのはいつもその天国を持って賛美をして、それが一番大きな動機づけでしょうから、やっぱ感動しますよね。で皆さんどう思うかしら、私なんかねすごくそれを永遠とねこう一つだと思ってるんです本当に。山口さんもですね大きな体がいなくなって孫高いなくなって思いますけども、全然孫高ありますよね未だにね。フレミンさんを見るたびごとに山口さんを思い出す。何かというと天っていうのはあるといいなっていうものじゃない、現実の存在なんです。私たちはどの人もこの地上の人生をいつか終えるんです。120年生きたか20年だったか、もちろん20年だと私たちは寂しいです。でも永遠から考えたらその差は瞬きみたいなもんだ、聖書そう書いてある。で我々が本当に生きるステージは永遠なんです、天なんです。でそこの報いとか身っていうのは言ってみたら随分違うと思いますよ。これは真面目に何を信じていたか、何を信じて生きていたか、それを現実に地上で受けたら嬉しい、喜びましょう、分かち合いましょう。で受けなかったとしても本当に信じて天に帰った人は永遠でそれを見て受けるわけですよね。これ天に行った時のね、もう本当随分違うと思うんですよね。で、いやなんで、こういう殉教生涯みたいな時にふと立ち止まってそういうことをねちょっとゆっくり思うといいですね。そしたら随分意識が変わります。とっても大事です。クリスチャンはもしこの地上のことに目を奪われて生きていたらあんまり世の人と変わらなくなる、場合によったら世の人の方が幸せに思ってしまったりすることさえある。でも本当に縁に目を向けた時に全く違うものが見えてきます。そして本当に価値あることのために生きれるようになってきますね。それをねぜひね覚えててほしいというふうに思います、ねね、ね、まあ、そのことをねぜひ知ってください。その2つを今日はね分かち合いに言われたんですね。まあ、殉教生涯で分かち合おうと思ってますけども、この2つの御言葉っていうのは私の教会にとっては特別な御言葉ですけども、しかしどちらもですね神様がこの時に心をそこに向けて歩みなさい、本当に確かな土台の中でね私たちは歩んでいきたいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。自分の十字架を喜んで引き受けて神の御心の中を歩めるように、それは私にとって重荷ではなくて喜びです。それは私にとって本当に神の助けと神の愛を具体的に見ながら生きる人生です。その恵みの中を生きれるように、また天のお父様、どうぞ永遠に目を留めながら私たちは永遠の存在であることをしっかりと覚えてこの地上を神の計画の中を歩むことができるように力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りかかれませんので、まず悔やみを申しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、今一人一人自分の願い求めをあなたの前に差し出しました。この願いと求めに応えて癒しを行い、奇跡を行い、具体的な語りかけを示しを導きを表してください。主イエスキリストの皆によって心と体を癒されよ。イエスキリストによって心と体を治れ。肩の痛み、イエスキリストによって消えてなくなれ。喉にある腫瘍、イエス様と命ずる癒されよ。耳が調子が悪い方、何人かいらっしゃいますけど、この耳に触れてくださり、難聴、それから耳が痛い方、耳に問題のある方、この人一人に触れてくださり、耳をイエス様と命ずる癒されよ。痛みを消えてなくなれ。イエス様と耳を聞こえるようになれ。膝と股関節でしょうかね、が調子のあり方、天の様そこに触れてください。今精霊が触れて温かくしてください。そして癒してください。完全に癒してください。イエス様って言います。
膝と股関節キリストですって命ずる。癒されよ、治れ、イエス様って命ずる、治れ。この後の歩みのことに関して、どうしようかと思っている方いますけれども、私はあなたにはっきりと示します。なんかこうもっと期待しなさい、そして私の導くことに単純に応答していきなさい。思い煩らなくていい。あなたはそれを受け取ると私の助けをあなたは見ていくでしょう。私の愛をすごく深く感じるようになるでしょう。私はあなたを、導こうとしようとされます。なんかなすべきことがあります。それはあなたにとって重いとはなりません。それはあなたにとって祝福になる。そのなすべきことのために生きなさい。それはあなたにとって思いではなく祝福となり喜びとなるとしてあります。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。